はい、今日の一品です。まずはキャベツを千切りにしていきます。くるくるっと巻いて、トン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 と、モコズキッチンみたいな感じで。そして、マヨネーズとケチャップを少量ですね。そして、さらにスイートチリソース少量入れて混ぜていきます。全体が混ざったら、今度はパンの上にチーズを、とろけるチーズとスライスチーズとチーズと2種類乗せていきます。はい、マーガリンを塗るのを忘れてましたので、軽くマーガリンを塗って、チーズを乗せてトーストしていきます。はい、こんがり焼けたら、この上に晩ご飯で残った残り春巻きを豪快に2本ドンと乗せていきます。先ほどのキャベツもどっさりと。また乗せます。はい、あとはいつもの沼さんを作る要領でギュッと押してカットすれば完成です。残り春巻き沼さん、お弁当にどうぞ。